村上京和は、広島県三木郡向井東町出身の元卓球選手、卓球指導者。現在、T リーグの日本生命レッドエルフで監督を務める。前、卓球女子日本代表監督。卓球女子日本代表監督は2008年から務め、2012年のロンドンオリンピックでは女子団体で銀メダル、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは女子団体で、 銅メダルを日本にもたらした。尾道市立高等中学校近畿大学、付属福山高等学校近畿大学賞経営学部、小学科卒業。近畿大学卒業後、和歌山総合銀行入社。卓球選手として1983年世界、卓球選手権混合ダブルスなどに出場。 30歳で引退後、1990年より日本生命女子卓球部の監督を務める。現在の卓球のルールである11点制は村上が提唱して国際ルールとなった。並行して2005年から女子日本代表ヘッドコーチ、2008年の北京オリンピック終了後から監督を務め、2012年のロンドンオリンピック女子団体では男女を通じて、 日本卓球初のオリンピックメダルとなる銀メダルを獲得した。2014年に東京で行われた第52回世界卓球選手権団体戦では31年ぶりの銀メダルを獲得。2016年の第53回世界卓球選手権団体戦でも銀メダルを獲得。2016年のリオデジャネイロオリンピック女子団体では 前回のロンドン大会に続く2大会連続のメダルとなる銅メダルを獲得し、大会後の優待を表明。ありがとうございます。